ストレートエニアグラム二等辺の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、前にまあ、隊長タイプ Q だと思ってらっしゃる、でタイプ Q の、 その詳細分析をやりましたと、まあ、それに続いてですね、じゃあ私の、私自身タイプ6の詳細分析を、まあ、やってみたいなと思っております、はい。ちょっとドキドキするんですけどね、ディスられてないかっていう。これにディスられますもんね、まず、はい、リソさんきついんですよね。そう、で今日はこの、ドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析から、タイプ6の詳細分析をしたいと思います、はい。心の準備、心の準備を。忠実な人、人好きがし、忠実で他人に頼り、私虐的な人、まあ、この私虐的というのは、残酷なことを好む様、サディスティックとあります。なんとなくちょっと思い当たる節はなんとなくあるんですけどね、はい。タイプ6、健全な状態、健全なタイプ6は他人から強い感情的反応を引き出すことができる、人を引きつけ、人の心に訴え、人に慕われ、愛らしく、愛想がよく、陽気で迎合的である、他人に密着して永続的な関係を作っているので信頼を重んじる、他人は彼らに対して親密な気持ちを抱き、彼らを助け守ってあげたいと思う、自分と関わりを持った人々との関係を大切にし、忠誠を尽くす、自分がどこかに帰属して、帰属しているという感情を持っているため、家族や友人を大事にする、協力的で当てになり、責任感があり、信頼でき、骨身を惜しまず、頼れる人物であることで他人に応える、とあります、まだなんとなくディスられてない、まだ大丈夫です、今健全な状態なので、状態、はい。次、最高の状態、自分に確信を持ち、自己を信頼し、独立的でありながらも対等の関係で強制的に互いに依存する、自己に対する信頼は積極的態度につながると同時に、勇気や指導力や豊かな創造性や自己表現となって現れる。やっぱりこの最高の状態、前のタイプ9の時もそうだったんですけども、ちょっと何言ってるかわからない。そう、まあこれは自分が低いからですかね。まあ勇気や指導力や豊かな創造性や自己表現なるといいなとは思ってます、はい。まあ、そんな感じですよね、はい。で出ました、通常の状態、通常の状態、通常のタイプ6は決定を下したり、自分で責任を引き受けるのを恐れ始める、権威である人物、あるいは集団と自分を同一視し、それに従順になる、伝統主義者、チームプレーヤー、組織の一員となり命じられたことを忠順に実行する、自分の中に相反する感情が生まれ、間接的で受動行動的な振る舞いを通して権威に反発するようになり、矛盾し混乱した信号を送る、相反する感情のためにタイプ6は揺れ動き、予想のつかない行動を取るようになる、ぐずぐずし、あらゆることに優柔不断で用心深く回避的になる、緊張が高まるにつれむっつりし、拒絶症や疑似妨害者のようになる、疑念と緊張を克服するために自ら恐怖を求め反動的になり、大きくなる不安を過保障しようとして頑強で反抗的な態度をとる、喧嘩腰になり自分の安全に対して明らかに脅威となるものに攻撃的な反応を示す、非常に党派心が強くなり彼ら対我々という包囲攻撃的な心理を持つ、器量で顔面になり自分の恐怖と不安を鎮める手段として他人に罪をかぶせ、自分を脅かすように見える人でも誰でも激しく非難する、
とあって、この刺激的サディスティックなところはやっぱりこの彼ら対我々なんで、その彼ら我々ではない彼らに対しては結構残酷なことができると思ってます。心当たる節、心に当たる節もないことはないので、まあ手放しましょうですよね。本当に手放しましょうですよね。はい、もう、はい、ありがとうございます。理想先生ありがとうございます。で、これが通常の状態。そう、通常の状態がディスられますからね。結構来てますけどね。よりまあ不健全な状態、不健全なタイプ6は自分の行為が行き過ぎたり、自分の対抗恐怖症的な防衛が失敗すると権威者から非難と拒絶を受けるのではないかと恐れ、強い不安を感じ、激しい劣等感を抱いて他人にべったり依存し、卑下的になる。低い自己イメージを抱き、憂鬱な気分になり、自分が臆病で役立たずで無能で恐怖に苦しめられていると感じる。何にでも過剰反応し、問題を誇張する。不合理な行動がまさに恐れるものをもたらす。極端な不安に駆られ、他人に迫害され、攻撃されていると感じ、人々が自分をやっつけようとしていると考える。不安と感情への没入と、自分の行動が招く結果から逃れるため、自己破壊的になり、救いを得ようとして権威者に対してへり下り、屈辱的に甘んじる。病理としては自己懲罰的、刺激的な行動を示す。まあ、自分に対してサディスティックになるって感じですかね。なるほど。やっぱりこの低い自己イメージっていうのは良くないですね。良くはないですよね。良くはないですよ、タイプ6の人、ね、まあ、注意しましょうですよね。、はい、注意しましょう。こういう感情が出てきたら、はいはい、分裂の方向、不健全なタイプ6は極度な不安を感じ、刺激的になり、劣等感と悲傷感でいっぱいになる。タイプ3に動くと、自分の劣等感を克服するためにも、自分を傷つけた相手を誰かで構わず傷つけるためにも、他人に対して暴力的に挑みかかる。彼らの攻撃、タイプ6の攻撃は、かつては権威主義的な顔面さと器量さとして現れていたが、今や精神病的で可逆的な暴力というはるかに危険な形となって外に出てくる。まあ、あのタイプ6、まあ、タイプ8とは違って、勝つためじゃなくて、なんていうの、攻撃することが目的になるので、そういう面では厄介だなんてことがリストさんの指摘であります。タイプ8は勝つためなので、勝てなければやらない。勝てない勝負はしない。勝てない勝負はしない、けどタイプ6は違って、勝てなくても挑みかかることが目的、もうやけになってるんですよね。もう自分はどうなってもいいと思って攻撃してくるので、そういう面では厄介だよなんて指摘がされています。気をつけましょう、はい、で統合の方向、健全なタイプ6がタイプ9に動くと、他人への愛憎を半ばする感情も不安に対して過剰反応する、性分も克服されます。ずっと情緒的に安定すると同時に、他人を受け入れ信頼するようになる。人の支えとなり自信を与え、安定と成熟の指標になる。不安にまつわる彼らの問題は大部分解消されており、その結果今までより穏やかで安心し、寛大でくつろいだ気分になるとあります。まあ、こんな感じになるんですかね。もういつもどっしりと、どっしりと人が物事言ってきたときは、頭で反応せずに落とし込む、落とし込む、インストール、ゆっくりインストールする。まあスピードの問題ではない気もしますけど、ね、でもやっぱりカッカッって出るんですよね。パパってイラッとするんですよ、カチンとくるんですよ。カチンと来ない状態が急っぽく見えるみたいなところですよね、きっと、はい、でそれやっぱり飲み込む、飲み込む、飲み込む、で人は脅かそうとしていない、はい、でこのカーって喋るのも
ちょっと今反応的ですよね、ちょっと。はい、申し訳ございません。で、幼児期の原点、タイプ6は父親もしくは父親的人物と肯定的に結びついている、タイプ6の人格形成における重要な要因は権威者が安全と承認と従順さに対する報いを与えてくれるのを当てにするということである。しかし彼らの自尊心は自分が独立して行動すること、外部の権威に完全に従ったり依存したりするのを拒否することを学ぶように欲求するため、通常のタイプ6に見られるような矛盾する感情を生んでしまう、要は信頼すぎるのも不安、離れすぎるのも不安、やっぱここでやっぱ揺れ動く、でも元にはこう安心安全でいたいみたいなところです。そうですね、はい、だから頼れる人を求めるんだけど、この人が頼れるのかってなんだその矛盾ですね、はい、そう、近寄っておきながら この人は本当に大丈夫なのかっていう、っていう気持ちも分かります、はい、あ、そうだねって思います、で、根源的な恐れ、見捨てられ孤独になること、根源的な欲求は安全を得ること、二次的な動機づけ、タイプ6は好かれたがり承認を得たがり、自分に対する他人の態度を試したがり、恐怖を克服するために自己を主張したがり、恐れているときは元気づけてもらいたがり、権威者には自分を助けに来てもらいたがる言うな人に何かをしてもらいたいそうですね、まあ、そのために頑張るっていうそんな感じですよね。で、好かれたいのに好かれると疑うっていう、ね、疑う、本当がその言葉があってなんだこいつはですね、本当にすいません、タイプ6の人すいません、私もタイプ6の病理を抱えています健全な自己感覚、私は人に好かれ頼れる人物である、教わってほしい、隠された不満、私は頼りになり命令に従うが、他の人たちはそうではない、と思っている、で、主要な防衛規制、同一化、置き換え、投影とあります、固有の誘惑、他人に頼ること、時折過保障になるが、通常から不健全までのタイプ6は精神的安心を得るために基本的に他人を当てにする、しかし誰か他人に責任を引き受けてもらえば当面は安心感を得られるが、長い目で見れば自信をくじくことになる、ひとたびタイプ6が誰かを頼るようになり、許可なしで行動できなくなったら、この誘惑に負けてしまったのである、なので、まあ、自立しなさいっていうことですね、タイプ6、人を当てにしない、自分でやる、自分でやる、まあ、やりすぎるのもあれなんですけども、人を当てにしてやってもらうことによってもまたこう不安が来たりするんじゃないですか。あと、まあ、やっぱり自分でやりましょうですかね、自分でやりましょう、自分でやりましょうじゃなくて自分で決めましょうですかね。あ、多分そっちですね、あ、自分で決めましょうで、確かにそうですね、自分で決めましょうですね、はい。で、固有の短所、出ました、自分自身に頼りたがらないことが固有の短所、タイプ6は正しい自尊心を築き上げること、自分自身を信頼することにエネルギーや関心を注がない、読むのが辛いな自分の面倒を見てくれる権威者や保護者に頼る方が楽だからである、そのため彼らの短所は怠慢という形で現れる。他の著者は恐れをタイプ6の短所として挙げているが、これは事実であるが掘り下げ方が足りないと理想さんは指摘しています。タイプ6が恐れるのは自分に十分自信をつけてないからである。なので理想さんが言う短所は不安じゃなくて、自分自身に頼りたがらないこと、で、短所は怠慢、その怠慢っていうのは自分自身に頼らないっていう怠慢である。磯さんの方が鋭いと思います、まあ、それの元はってとこですよね、恐れ、元というか他の著者は恐れって言ってるけど、その恐れの元になってるのがそうあるんだよって、そう、
それは自分自身に頼りたがってない、うんうん、自分自身を信頼していないっていう指摘でありますと、うんうんうん、だから自分を信頼しましょうじゃないですかね自分自身を、だからまあよくあるアファーメーションとかじゃないですか私はできる、私はできない、これタイプ6にとってはちょっと有効かもしれないですね、うんうんうん、はい、で固有の長所は勇気、うん、健全なタイプ6の勇気は非常に苦心して身につけたもので、うん、不安と恐れを抱くという常に変わらぬ証拠に逆らって獲得したものである、うん、勇敢な時のタイプ6は闘志、戦う人になり、うん、打ちのめされても必ず立ち上がって再び挑戦する、うん、自己確認が勇気の基盤である、うん、これは他人ばかりでなく自分自身と自分の真の能力を信じられるということである、うん、こっちで今感動して今涙が出そうですでは不安と恐れを克服して獲得した勇気、はい、これちょっとあの教訓にもう一日一回読みたいですね、これはすごいですね、はい、タイプ6の人どうでしょうかと、うん、はい、取り柄、緊張と過保障が強まっていっても、うん、通常のタイプ6はなおも他人との間に本当に安全で協力的な関係を築きたいと願っている。献身的関係を維持するという健全な能力はそれ以上堕落したり拒絶と放棄される危険を招くような行為をすることを防いでくれる。なんでギリギリまで行っても他人となんとか協力的な関係を得たいためにタイプ6は頑張るっていうところですね。けなげかわいい、頑張れタイプ6俺勇気持て自分自身を信頼する、うん、あとまあ自分は何だになるんですけどね、まあ、これまたちょっとどっかで話しましょう、うんうん、まあ、自分の、はい、で、構造様式、うん、基調となるのは反作用である、うん、タイプ6はいくつもの段階の間を感情面、うん、対人面で常に揺れ動いているため、うん、極めて複雑で常に変化する心の様式を持っている。外交的にはタイプ6は人々と相互に影響し合い、自分自身の感情や不安に反応しながらある状態から別の状態へ揺れ動く。安心感を得るために他人を情緒的に引きつけなければならないと感じる。しかし同時に自尊心を守るために防衛的になって他人の影響力に逆らい、自分が誰にも依存していないということを無理やり証明しようとして逆の方面へ過保障しがちになる。自分が自分の主人公であることを証明するために強弁で好戦的にもなるが、一方では未だに承認を与えられ他人が気にかけてくれていると感じたがっている。内面的にはいつも好戦的感情と従順な感情、恐れと攻撃、人々と身近でいたいという欲求と自立したい欲求などの間で反発を繰り返している。全体的な様式は常に変化する二重の輪で構成されている。他人と他の人との間の相互作用からなる外面的な輪と感情的反応からなる内面的な輪で、その双方が外部の世界、とりわけ他人に対して反応するばかりでなく互い同士にも常に反応し合っている、うん、だからまあ要は面倒くさいってことですからどっちやと、どっちや、お前はどっちだと、うんうん、でそれが時と場合によってこう揺れ動く、揺れ動く、うん、でこっちに行っては不安になって、こっちに行っては不安になってっていうのを繰り返している、うん、自分を持ちなさいですよね、うん、まあ、でもそれが自分タイプ6、タイプ6 なんですかね。でもあの筋は持ちたいですよね。まあそのタイプ1みたいなこうガチッとしたこう、それは持ちたいですよね。タイプ6としては、そうタイプ2も思いますちょっと あの、はい、別の動画で自分論の話を、はい、決まらないかもしれないんですけどね決まらないかもしれないですけどね、はい、で、必然的結果とあるのが、うん、タイプ6は自分の恐怖に負けることで、うん、計らずも自らの根源的な恐れ、見捨てられるを招き、根源的欲求、情緒的安全を失ってしまう。恐れと不安は
タイプ6を脅かす双子の怪物であり、うん、それらをやっつけなければタイプ6は生きたまま食べられてしまう、うん、不安からは逃れることができないということを覚えておかなければならない、うん、不安に立ち向かいその原因を解消しなければならない、うん、そうせずに不安から何とか逃れようとすれば、うん、自らの身により一層の不安を招いてしまう、うん、しかし不安を極度に恐れるよりもそれを一種の気持ちを引き締める力として見るよう努力すべきである、うん、意識的に活用して役立てれば不安は自分をもっと高い自己実現の独立の段階へと押し上げるのに役立つ衝撃となり得る、うん、あ、不安は高める衝撃になる、うん、これでそれが勇気にもなる、うん、これですね、克服する勇気ですよね。不安って感じた瞬間に、うんうん、そこから逃げようとするんじゃなくて、うん、立ち向かうこと、立ち向かう、そう、立ち向かう勇気、そうですね。なんでもしか今不安であるなら、うんうんうん、その今ある不安をから逃げるんじゃなくて、うん、乗り越える、立ち向かう、うんうん、っていうことを、うん、タイプ6の人は意識しましょうっていうことですかね、うん、だからこう何が不安かですよね、はい、っていうのをこうちゃんと原因を突き止めてみたいな、ちゃんとそれを、うん、対処する。対処する。こう感情的に不安不安って反応するんじゃなくて、まあ、対処する。ちゃんと対処する、うん。それを自分で決めることで、自信につながって、それが勇気につながってっていうことですかね。うんうん、あ、なんか、リソさんありがとう。最後にいいお家を。すごい、ありがとうございました、リソさん。うん、これあの、また、うん、今、タイプ7、うん、タイプ9、うん、タイプ6とやったんですけども、うんうんうん、引き続き、他のタイプ詳細分析もやっていきたいと思っております。うん、はい、先に聞きたいなんてことがありましたら、うん、コメントいただければ、うん、優先的にやりたいと思います、はい、というところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。